こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。いつも通り、サムネイルに使うやつを一番最初に持ってきていきます。今日はだから目玉焼きですね。 LL の卵2個分の目玉焼きです。ちょっと固く焼きすぎましたね。まあおかずやからこれぐらいでもまあいっちゃいいんですけどね。で、油をもう一度目玉焼き用のフライパン、ちっちゃいフライパンにひいて、ここに LL2 個分の卵液を入れて、大好きなだしオムレツを作っていきます。で、目玉焼きと LL の卵4個分の卵焼き、白菜のチキンスープに白ご飯ですね。もう毎日同じもの食べてますね。昨日より 200g 増えてるかな。まあ、便秘で便が出てないからっていうのもあるんですけど、 57.1kg 体重 57.1kg 体脂肪率 12.4、 基礎代謝 1348、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 47.4、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6、 体重 56.1、 体脂肪率 12.4 です。はい、サムネイルの目玉焼き、白菜チキンスープに白ご飯、卵焼き、だしオムレツはまだ作ってる途中なんで蓋を開けたくないのでこのままでいきます。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。